は助かったんですよね。残念ながらそのキャプテンと、女の1年生の女の子が、相談で亡くなったっていう痛ましい状況でした。まあ冬のね、冬山は基本的に危険は伴いますからね。それでは、次はですね、次の曲は、孤独王子の、第2のテーマとして青春の曲が挙げられるんですが、青春を、題材にした、ね、青春の中の甘酸っぱい、ちょっと痛みを、入れた曲ですかね。聴いてください、青春の痛み。君に今できることを知る。